私は長野県に中学生までおりまして、本当に家の間近でオリンピックに合わせて上信越自動車道というものを新しく建設されました。例えば上田ローマン橋というものが非常に綺麗な橋でして、出来上がっていくものを目の前にしていたというところですね。でそういうのがありましたので、いつか高速道路を作りたいなと、高速道路に携わりたいなという思いが今に。今はですね、圏央道の新設区間の舗装、標識、遮音器、こちらの3工種の工事を担当しております。開通前になりますと、全線、歩きながら足りないところは対応していく、直すところは直していくというところで最後の点検とやっております。今回勝負 P に関してはトイレの設計から工事発注、現場監督からすべて行っておりまして、トイレの方は建設に関しては何もないところからのレイアウトを作ることもあって、お客様の動線を考えるのが一番難しかったところです。今回ブーツの数もたくさんありますので、お客様をどう奥まで案内できるかというのが課題となっておりまして、そういった課題を解決するために入り口入ってすぐの満空表示板や各ブーツに LED 表示と、あと連続する柱張りで視覚的誘導効果を取り入れたりして、お客様に使いやすいように、ね、施工いたしました。私にも子供が2人いますので、休日とか父親が作ったものを形として子供に見せれるというのが嬉しいですね、はい、一番はキッズトイレを使って感想を聞いてみたいですね。舗装を今までやってくることが多かったんですけれども、舗装だけが好きかと言われるとそういうわけでもないので、まあ、橋梁だったり土工だったり、いろんなジャンルを経験したいというのがやっぱり私の思いですね。今私のいる千葉工事事務所では、外環道と東環道、あと首都高の湾岸線を接続する、まあ、道路の施設、高野ジャンクションと称してますけども、それの建設事業について担当してます。高野ジャンクションは全て高架区間、橋梁の区間でございますので、橋のですね、桁の仮設とか床板とか壁高欄の構築を主にやる、上部工事というものに従事しております。橋をですね、大型クレーンで架けるっていうのはですね、上空に桁を吊り上げて、橋を架けていくんですけども、風がですね、地上の状態と上空の状態で全然違いまして、なかなか工程管理が難しくなるっていう、現場でもあります。現在私たちのところではですね、新しいジャンクションを、作っております。特にこの現場はですね、コンクリートのトンネル構造がメインになっておりますので、コンクリートを打設しまして固まった後の点検が一番の大きな確認になっております。今回外観というビッグプロジェクトに携わることができたことは非常に、いい経験、いい機会を与えられたと、思っております。といつも小さい舗装の補修であれ、こういう外観のでっかい仕事であれ、いずれもその、いい道路を作る、あるいはいい道路を守るという意味では負けず劣らず大切な仕事なんじゃないかなと思っております。から高速道路を作るということで、地図に残る仕事に従事できているということで、周りにも誇れる仕事なのかなと思ってますし、将来子供にも自慢できるかなと思ってます。